症所は重症患者など以外は自宅療養が基本などとしていましたが、自治体の判断による選択肢などと説明の仕方を変えたのです。おいおいおい、信号無視しちゃったよバカ野郎。あんなのやつらかすめてこすってとぼけるやつらだよな、絶対な。